ペットの目のご祈願もすることにしました。今日はですね、先日いただいたメールのことをちょっとお話したいなと思ってるんです。もう長年薬様の祈願をしている方で、お茶も飲んでる方です。その方が、ご住職、どうしてもお願いしたいことがあります、よろしいでしょうか。実は私が大切にして飼っているペットが緑内障になっちゃったんです。ぜひペットの緑内障を治ってほしいという祈願をしてください。はあ、なるほどなと。確かにそうですよね。今実は人間だけじゃなくて、白内障、緑内障、動物も結構なってるんです。うちの犬もですね、実は、もう亡くなっちゃったんですけども、数年前に目がどん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 白くなってきちゃったんで、お医者さん行ったらですね、あ、これ白内障ですよ、目薬の効いたお茶飲ませてくださいと言われたんですよ。ああ、そうかと。ペットにも目薬の効きが効くんだなと思いましたけれども、今回はご祈願をしてほしい。確かに大切に思っているペットだからこそ、何とかして治したい、その飼い主の方のお気持ちを汲んでですね、ご祈願をさせていただいて、ペットの名前をお札に書いてお送りするということをいたしました。もしかしたらこの動画を聞いている方がですね、もしそんなような気持ちがもしあるならば、少しでもあなた様の気持ちがもし安らぐならば、次元寺でペットの目のご祈願もします。ぜひ興味があったらですね、ご連絡ください。毎月8日の日には薬様の祈願をしますので、それに合わせて申し込んでいただいても結構なんですけど、まあ、そうじゃない場合はですね、朝ご祈願をして、それでお札をお送りするという形を取らせていただきます。ペットの目のご祈願もすることにしました。どうぞよろしく。こういう問い合わせやお願いしたいというふうな気持ちから、今まで気がつかなかったことを教えていただける、そんな気がした次第です。感じ細胞さ、4時半に腹満たし、証券ゴーン、タイプ同一サイクやシャリシー、チキフリーク、クフ意識式、即税空、即税式、重層業式、薬部尿税。